こんにちは。ちょっとね、年末忙しくてなかなか見れてなかったけど、カウントダウン TV の録画した年越しライブ見ました。アイズマン早送りしとったらもう全然気づかなかったけど、ほんまね、尺がね短かった。測ったら2分27秒出てました。まあそれだけでも十分ねすごかったし、可愛かったし、良かった。新曲がセクシーで色っぽい感じがすごい伝わった。僕的にはダンスは可愛さもあったし、なんだろう、アイズワンになんかあった曲だなと思った。衣装もちょっとダーク系、それにかつ可愛さもきちんとあって、日本デビューのね、好きと言わせたい新曲めちゃめちゃ良かった。2分27秒釘付けでね、見とったらやっぱ個性ってわかるよね。日本人メンバーも馴染んでる感するし、皆さんはねどのようにね新曲ね感じましたか？僕はもうほんとね、セクシーっぽさがね、セクシーで可愛さがね、セクシーキュート、そうセクシーキュートがねめっちゃ感じられた。みんなはどんな風に感じれたかな、うん、コメント感想いろいろ待ってます。それではアイズワン応援してこうね。またね。